はいどうもひろみでございます。今回はですねこのエリートクラフト君を出してですねボートでですね久々の初老ドライブということで、はいこちらでございます。はいはい、ママとですねちょっと湖から見る紅葉のいい感じをですねちょっとお届けしようというね、皆さんにはですね全く興味がないまた動画になっております。目の肥やしにですね、あー綺麗だな、秋っていいな、紅葉っていいなってこうね、思っていただければなと思っておりますので、それではスタートしたいと思います。このエリートクラフト君調子いいんで聞いて、これほらいい感じ。それではちょっと行ってまいります。うわ綺麗じゃない、この綺麗じゃない、ここ綺麗、写真撮ろう。別に今撮ってるからこれこのね、皆さんねどう思うか分かりませんが、この秋のこの紅葉、やっぱこういう紅葉がいいなと思うと、やっぱ自分たちも年を取ったんだなと。うん、で今年は日焼けは良くない、いい、今年寒いからね、寒暖差があるよ本当に。去年は意外とモミジ見れなかったよね。あっという間にだったから、今年はもう結構、もうそれでもね、もう終わりかけです、ね、景色のいい中ね、ドライブお届けしますんで。わー、綺麗だね。綺麗だよ。本当にね、見事だね。見事。うん、なんかちょっと綺麗だろ、こうやって。この映像綺麗すぎる。山ですか？これは山ですかって、山でしかないでしょ。山なんだ。これ山でしょこれ。何なのこれ？丘なの？山道も映ってる、ほら綺麗。いやそれ撮ってんねママ。まあ、こういう感じでですね、私は30年間過ごしておりますので、皆さんね、分かっていただけます？この山見て、これ山なのこれって言うんだよ。山にしては低くないですか？山でしょ、これどう考えたって。いいよ、同じ絵をずっと撮ってるからね。最近はママが40周年、まあ、本当は去年だったんだよね。まあ去年から今年にかけてが40周年、40周年で40周年ライブなんていうのもねやってみたりとか、来てくれた方ありがとうございました、ね、そのママのライブを見て、なんと私がですね、あれなんか俺もやってみたいなみたいなことになってですね、まさか俺もできるなぐらい思ったの。そうで、来年のですね2月の3日ライブ決定いたしました。キャボ川崎のクラブチッタというところでねやりますんで、あそこ結構広いですよ。広いですよ、結構入るそうです。お近くの方とかね、まあ、遠くの方でももしねお暇だったら2月3日って何よ、はい、2月3日は何でもない、ただそこしか撮れなかったっていうだけなんだけど、まあ58歳の誕生日、2月のね13日に誕生日を迎えるので、まあ雰囲気ね、バースデーパーティー、まあ何かバースデーコンサートで、まあ何やるかっていうと、適当に歌いたい歌を歌うか、でもね、結構パパ持ち歌があるんだよ。カラ今カラオケで鍛えてるからね。そうだね、カラオケで鍛えてるし、パパ昔に出してる曲もあるし、最近出した曲も、そういうの全部まとめて、結構いい、宇崎竜童さんとか素敵な方がね、そうやってんだよ、やってる、いい曲がいっぱいあるから、それ歌ったら。そうね、まあ、そんな話がねありますんで、ぜひぜひ、もしね、私は行かなくていいの？え？まあ歌いたい。ああ、ちょっとやっぱ歌いたいですね。ああ、じゃあまあね、ちょっと考えますよ。ね、来る世代がね、ほぼほぼ同世代だっていう、そういう感じだと思うんで、ね、もしよかったらね、そういうのもあるかもしれない。歌うのか、コントやるのか、まあコントはなかなか難しいな。私と？いやいや。ああ。デビチンと、デビチンと。おお、それもいいじゃない。いいじゃないこれ。このね、道路からじゃなく船から見る道路、いやいや紅葉これちょっともうちょいそば行ってみよう、釣りやっぱモミ
ミジが多いからね。やっぱねモミジなんだよね。うわ見てこれ。まあグラデーションが。グラデーションがいい。うわ綺麗だね。うん。贅沢な船から見るなんてね、なかなかないですよ。なんかこういう iPhone とかで撮るとさ、あ伝わんないかなと思うけど、iPhone の方が綺麗だよね。あ、iPhone の方がね伝わる。綺麗。綺麗じゃない。みんなねちょっと癒されてください。ね皆さん疲れてるでしょ。もうね、もうここから年末にかけてね、バタ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 。いや今日は癒し動画だな。いい。いやこれでも結構。自分たちの思い出になるから、うん、綺麗ね。一回ぐらいやってみたかったんだよね、この紅葉の時期、うん、桜の、また桜の時期ご紹介しますからね。桜の時期もさ、あっという間だからね。一瞬なんだよ、もう本当に一週間あるかないかだから。こっからあの赤とかね、オレンジとかの紅葉からこの黄色っていうのもあるんだよね。あ、これイチョウ？イチョウ。なんかイチョウ祭りやってたもんね。なんか遅いんだよね、情報が。自分で写真撮り始めた。自分の方を。私のインスタグラムを見てね。やっぱ普段なんかね、バイクいじったり車いじったりだ、なんかキャンプ場だなんていうね、ガチャ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 してるから、やっぱこういうねちょっと癒しも必要だな。綺麗じゃないこれ。いい時間ですね。虹がこういうのも必要だ本当にね。うん必要だ。必要なんですよ。はい。ここのところだからママともあんまり話してなかったんで、ちょっと険悪なムードが。あまりにも家が片付かないっていうのでブチ切れてるね。ちょっと一回ここら辺に浮いてみよう。ちょっとこう一回ほらどう、この静かな静かな、ほらママ貸して。すごい綺麗だね。私今素敵なの撮ってるから。いいねよ、いいよいいよ。素敵ガステンだからね。あ綺麗、綺麗でしょ。うん、この皆さん癒されてください。なんか素敵な音楽かける？いやかけないよ。このね、これもいいよ。ほらここ、こっちもいいじゃない。こういうたまにはこういうのもいいね。これやっぱりねいいですよ。 YouTube も一生懸命ね編集も急いでやって、なるべく多く出そうなんて思ってやっておりますんで、皆さんねその辺のところも見ていただいて、このね今河口湖のこの感じをね皆さんにちょっとお見せいたしますよ。今これちょうど180度回ってる。今360度回ってる。180度回ってるってことすごいけど、360度回ろうと思ってね、うん、ぐるーっとこうぐるっと、こういうね、やっぱりちょっと癒し動画もやっぱ必要だな。わあすごい綺麗。ねえ。やっぱここからいいな、これがいいのよ。ここが。やっぱいいな。うわ綺麗だねこれ。ママこれ綺麗じゃない？ここちょっと、ちょっと待ってよ、行くから。これマイクも撮ってよママ。どうしたらいいの？慣れた方が綺麗だったな。
綺麗なポイントなんだね。綺麗ポイント。それだけでですね、今回は癒し動画、紅葉。OK、アルトした皆さん、ちょっとね癒されたでしょうか。最後ね、年度末頑張ってください。アルトした、アルトした。どうでしょう。